てない？あの実際の写真なのに銅像だとよくわかる。なんか似てない？そう、前なかったような気がする。そうそう、さくらの銅像ができた。まあ人気の予約待ちの城の魂でございます。俺に似てる？あれ、あれ似てるよりな。あらららら、最近さ、ほら駄菓子屋なんか減っちゃったじゃない？そうだね。もうなかなか駄菓子屋さんないんだよね。懐かしいなーなんて言いながら、自分の世代にもなかった。ブロマイドカード気になる方はいらっしゃいますか？和田アキ。え？和田アキ。若い和田アキ。小学校の時から鉛筆とかね、もう誰かが買うことで流行っちゃうもんね。羽織る消しゴムとかあったら、これを初めて見たな。マカロニブラン、これ消しゴムか。羽織る若干の匂いするね。黄色もあるし、色んなおしゃれ。家とかの壁とかに変わってるといいね。あ、これ持ってるよ。これはブースなんだけど、スマートフォンとかで使うな。へぇ、射的ですね。これ美味しいんだよな。レモネードのラムネ。ほら、もち太郎の台。これ台だよね。見てくれ。特大。味があるよ。ベルとか錆びちゃってるって。ベルはすごい。ここは、ね、メインストリートで。草団子の草は何の草を使ってるんですかね。帝釈天だってるんだよね。そうよ、帝釈天。じゃあこれから足をまた帝釈天中に入っていきたいと思います。線香の煙を体に浴びて健康を祈りました。あれ、見てくれない。お金は？気を配りました。お、じゃあ本殿に向かいましょう。本殿の方に行くと、なんか靴を脱いでなんか上に上がれるらしいの、行ってみたいと思います。長いんだね。え？長いんだね。前のおばさんの人が長かった。知ってよ。上に結果は大吉。大吉です。なんか今年運がいいんじゃない。今年って言ってもあと1ヶ月しかありませんけど。この1ヶ月が大事なんだよ。この1ヶ月をどう過ごすか。うん、うまい。あれ、お疲れのようで、そろそろお昼にしたいなと思うわけでございますよ。そうですね、正面に見えるというで、今から昼食を食べたいと思います。ここはクライアンシリーズの第1話で出てきた店なんですよね。そうですね。